私、ジラフが気になったニュースの概要と感想です。聞き流すだけでも理解できるよ。今回はガーシーの暴露に関して芸能事務所が動いてない。このニュースが気になったよ。証拠も出して有名な俳優たちの暴露をしているガーシー。城田優、綾野剛、真剣佑など、メインの暴露よりも、流れ弾で被害を受ける人たちの暴露の方が、反響が大きかったりもするよね。沢尻エリカや桜子、出川とかね。メインの暴露では、賭博、強制な性行為、お薬、殺害予告、ステマなどいろいろと、暴露されている。証拠の LINE のやり取りもアップされている。それなのになぜ芸能事務所は動かない？ CM を下ろされたりなどの被害は確かにある。でも、それは芸能事務所側が動いたことによるものではない。ほとんどの事務所が静観している。週刊誌の女性自身ではガーシーにはすでに陰りが見える。こう書かれている。まずは100万人突破記念の超大型爆弾の暴露が、真剣佑だったことだ。佐藤健や浜辺美波などの、超大物の暴露を期待していた視聴者が多かった。それだけに肩透かしを食らったとのこと。また、芸能プロダクションの関係者の話によれば、大手の事務所の幹部はもちろんガーシーの動画をチェックしているとのこと。でも、そこまでダメージがある暴露話がないとのこと。理由としては、暴露は1年半以上も前の内容ばかりだし、昔話だからのようです。ただ、現在進行形の大きな暴露が出てこれば、動かざるを得ないとのこと。こう書かれてた。昔のことでも法律的には時効になってない。個人的には裁かれるべきであるとは思う。それは視聴者も同じ思いでしょう。暗黙のルールで昔のことだから、このまま静観して落ち着くのを待とうという感じだよね。動いたところで損しかないわけなので、もう一つ書かれていたことは、ガーシーもある程度のお金が貯まれば去るし、暴露もネタが尽きる。一年も持たないという見方をしているらしい。こう書かれていた。これは、ちょっと違うと思った。ガーシーは借金返済のお金が貯まっても暴露は続ける。YouTube がなくなっても海外のサロンでやるでしょう。金のなる木を見つけてしまったので、できなくなるまでやるはず。また、ガーシーの Twitter の DM にはリアルタイムの垂れ込みが入ってきている。ネタは尽きない。その中には現在進行形の暴露もあるはず。そうなると芸能事務所も重い腰を上げるだろう。まとめると芸能事務所が動いていない理由は、現在進行形の大きな暴露がないからということだった。でも、いつまでも静観というわけにはいかないだろうね。3億円の懸賞金がかけられているガーシー。東京湾に浮かぶということがないように祈ってます。